まあ、僕がずっとその解散ドッキリの司会者、はい、みんなドッキリ、ちょっと心臓に悪いことは。お疲れ様です。はい。はい。というわけですよ。やっぱそうなります。そうなります。はい。で、ちょっと今、シストさんの方からね、着いたぞって連絡があったんで。はい。やっぱちょっとトイレ行きます。で、このままちょっとカメラを。はい。はい。ちょっと待ってくださいね。ちょっともうセットしてきます。はい。シストがついたらしいですよ。その反応を見ましょうよ。よいしょ。来た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 。あれ？なんでゆるくなんだ？いや、俺電話してん。え？俺が電話してん。あれ、まさか。個人練習言っとってん。あれ、まさかドッキリとか言わん。え？めんどくさ。あんたらどうするの？みんな心配してるのに。あれ、吹雪は？いや、違う、吹雪じゃないよ、俺だよ。俺電話してん。いや、してねえよ。したしたした、俺たちの今ドラムの個人練習入ってるもん。おい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 。え、ちょ待って、どういうこと？え？何が？どういうことって、だから俺が電話した。ちょっと待って、吹雪は。お前やられたがって、みんなに。おいおい、やべえじゃねえのこれ。どうした？いや、俺じゃなくて、塚さんと。あ、もうもう言ってあるよ。うわ。あれ、じゃあ、いや、知らない。おい。うわ、めんどくさ、お前。お前めんどくさ、もうワンマンの前めんどくさ。おめんどくさ、俺海から帰ってたばっかなのに。実際どうでした？もう終わったなかな。お前いっかみたいな。あ、もう開き直ったらしたい。もうしょうがないわこれ。俺のツイッター見た？じゃあ、なんか、あれ、トシキが、また何かあったんすかって来たから、はい、いや、知らんよって送って、だからなんか、画像が送ってきて、はい、そしたら、喧嘩売ってるのかって言って、リツイートあったじゃん、はい、で吹雪だったじゃん、はい、また油売ってる、注いでるとか、あれ、これ、この撮影中にやったんだ、はい、めんどくさい。動画でちゃんとカメラに向かって収めてあるよ、はい、俺じゃなくてお客さんがやばいじゃん。お客さん大丈夫じゃないの？めんどくさい。もうどうしたの？もう海に入りたい。もうやだ。もういや、なんか吹雪がさ、うん、前騙されたからさ、うん、はい、でもう正直、うん、徹底したかったんですよ、僕。徹底しすぎ。絶対にもうバレたくなかったの。だから言動とかもう全部本当に2ヶ月前ぐらいから。おお、アホやろ。しかも俺間違えて D スタに入った潮吹雪が同じで、人が違います。あ、すいません、最悪。もう、あ、俺八神さんまた連絡せんといかんじゃん。あ、そうなの？うん、だって、ね、連絡したっつったから。連絡したよ。で、八神さん、すいません、ミュール君が今、これ YouTube 中なんやけど。え？最悪。そんな、なんかプライベートなことはまた。いや、もう、いや、え、これ、もし、え、生中継？生中継じゃないけど、うん、今一応撮ってるから。もう、最悪。え、塚さんも知ってるの？知ってます。トシキも？はい。え、トシキはなんで俺に LINE 送ってきたの？その時は知らなかったの、はい、じゃあ今日よ、今日。今日だよ。さっき、だって今だもん。え、さっきみんなにネタバラシ。はい。塚さんも。はい。トシキ時間前ぐらいですか。うん。え、トシキはでも30分前に来たよ。うん。おい、塚さんは電話かかってこなかったんで、10分前ぐらい。俺ワンマン出ないもん。
俺いやもうどうしたどうしたの。俺円形脱毛症になるもう嫌だもういやもう いやもうここまで成功すると気持ちいいですね、うん、ドッキリが。じゃあ本来はもっと殴り合いの喧嘩をしようっていう話やったら、はい、殴らつかめた。でも逆にキレられそうやじゃあ俺もし2人からやったらもう2人ともぶん殴ってもらうと思うとりあえずもうこの年で殴られたくないよねうちらはね。もう嫌ですね。だからせめて安全な方で、はい、優しいあれにしよっかみたいな。じゃあ俺ね来る途中にああこれもうドッキリやったらなーとか思ってたのよ。ちゃんと俺車も第二駐車場に隠しとんねやったそうだから車あそこで車あったら、はい、もしかすると今日ゆるや土曜日あ火曜日だから休みやしな。火曜日休みじゃない。そしたら吹雪の車だけあってあちょっとドッキリかもと思いましたかなーって思ったけどあ、まあ、ないかなあそこまで電話かかってきたもうやられたな。しかも昨日 LINE 夜中来て曲はやらないでって言ったからまあもうしょうがないなかますとこだけかます昨日というか今日の夜ね今日の朝、うん、今日の朝。いや本当ありがとうございます。なあもうやこれいつあげるの。もうすぐにあげるもうワンマン間に合わせるようにして。はいてってれもう放心状態ですね。久々の YouTube がこれそうちょっとグロくないただその久々にあげるっていうのと、うん、そのワンマン前っていうのでちょっと話題性が欲しかったんですよ。話題性なんか俺まだね、はい、塚さんと組織持ったわけじゃん。はい俺集中、うん、はいもう俺の時間返してこの時間この何日曜日やってスタジオ。スタジオ日曜日ですか。日曜日スタジオ違うかな、はい、土曜日からかな。はい土日月か4日間俺のこの不眠症返してそうか本格的にそうですね。そのもう今日の撮影はもう決まってるんですよ、うん、でもう日曜日のスタジオは、うん、もうお互い徹底しようって話になってます、うん、2人で2人です、うん、でもう一言も喋らない、うん、っていうのも徹底します。で、そのグループ LINE もそうだし、ツイッターもそうだし、全部、お願いします。いやー、俺で、僕は、ニヤニヤしながら見てました、それまあ、俺も、ゆるくんが来たから、はい、LINE が、はい、もう割り切るしかないな俺もゆるくんの性格上、俺しか知らんから、これ割り切るしかないなって本やられた。本気でやられました。今日見てこの海の帰りお吹雪が珍しく一人で個人練習しんならいかんといかんかなと思って何しに来たねえギターもねえしギターもねえし多分スティックもないスティックも何も持ってないです。俺また9時あ6時から弟たちと釣りが出た最悪、俺何しに来たの考えました。ほんと今日まあとりあえずまあ、はい、これ安泰。あ、そう行こうワンマンワンマン安泰ワンマン安泰っす。で、これいつあげるんですか。ワンマン前になるじゃん。はい、じゃあワンマンの告知をちょっとしましょう。もう僕らちょっと最初に撮ったんでワンマンの告知をオープニングでちょっとエンディングアシストさんにワンマンの告知を多分ツイッターを見てる方も不安な DM を何人か送ってくれすいませんいや俺もまあまあいろいろあるんじゃないって送ったんですけど、まあ、9月18日は安泰として元気よくワンマンがやれると思いますのでよかったら皆さん全員遊びに来てください。よろしくお願いします。ありがとうございます。ガーフェスでした最悪